トムにバール、かつての王たちの知恵はこれで型がついた。だがすでに想定外の存在がある。これ以上の邪魔を許すわけにはいかぬ。アブディエル様。貴様はベテル日本支部に入った太宰一郎と言います。太宰、それで私に何の用だ。この辺りで生徒、俺と同じ制服姿の人間を見ませんでしたか。さてこの辺りでは見ていないが、貴様はなぜそのようなことを。俺弱くて自分に自信がなくて、周りの人にいっぱい迷惑をかけて、だからやり直したいんです。自分に自信を持って強くなりたいんです。そうか、強くなりたいと願うならその思いを忘れずにいることだ。その願いを忘れず信念を持って行動できれば、それが自信となり、自信が強さへと変わるであろう。自信が強さに。ねえ、そう、はい。
すまない。ありがとう。頼む。かたじけない。いや、それじゃ。悪魔が集いし、習得する、習得仲間は
のだ。二度とお前の目を醜いとけなす者は現れぬ。やめなさい。私はエイシェと人の魂を救う者。さて、お前たちは自分のどこが嫌いだ。これ以上、人を傷つけるのは許さない。お前たちの呪いは解けぬか。だが私は迷える者を救わねばならんのだ。ひどい、すぐに治療をしないと。待って。そんな。ねえ、ねえ、ええ、あの悪魔は救済と言っていた。だがそれは悪魔にとって都合のいい言い分だ。あの悪魔を野放しにしておけば確実に被害は拡大する。聖女の言う通り、奴を追うことを推奨。Thank you.
いいえ。私の使命だから。ええ。え？いいえ。ねえ、うんうん、ほれほれ、
先ほど逃げた悪魔の気配を感じたのがこの辺りだ。周囲に姿はないが、念のため探知を行う。遠くに強力な悪魔の力を感知、反応のあった位置を表示する。少年、気をつけて進もう。